本日の負け。そういう色っぽいも負けじゃないからね。大丈夫かな、ここ。まあいいや。こうやっとけ。こうやってもいい。じゃ結局、ああいうネット誹謗中傷を受けてもね、その警察に行ってもいいよ。ね。だってそのネット誹謗中傷防止法、特別法だもん。まだ法律になってんけど、法やけどね。特別法やから、その、まあ、もともと、その、個別の法律があるから、その名誉毀損とか、まあ、あとね、まあ、いろんなね、詐欺とか、そういう侮辱もそうやしね。そんなもともとちゃんとそういった、その、刑法なり民法なり、ちゃんと規定があるわけであって。で、そんなのをしっかりまとめてネットに特化した特別法も作っておきましょうかっていうだけなんですよ。だから、ストーカー防止法と似てるかもしれないね。まあ、駆け込み需要かもしれないけどね、バクトラ会のやり方はね。だって、そのストーカー防止法の成立直前に、うちもその、まあ、ストーキング行為、ストップ、なんでかって、不思議や、何回も説明してるやろ。自我がな、圧倒的自我が来たらやられない。完全に乗っ取られないうちって。みんなもそうやで、さ。みんなの方がそうやで。で、まあ、結局そのね、ストーリーをもう覚えてるなる人がね、もう実はなる人のことをうちずっと人志って呼んでたし、あの人が人志やねん。なる人天皇が人志本人や。今回うちの戸籍にひとしにしようって言うのある人は。ひとしたちのことめっちゃ恨んでんねんな。その話はまた、今日はまあ死んでるから、今日またするって。で、だから、そのひとしの差し金でしょ？そのネット誹謗中傷防止法成立前に駆け込み需要みたいに、一生懸命誹謗中傷してるのは、ひとしがいろんな人に共有して、まあ、バクトラカに共有してる。まあ、バクトラカにひとしの一つでしょうね。ということに。なる人の意思ですね。だから、パクのくせに天皇批判やったら嫌がるでしょ、彼は。朝鮮人、韓国人やったら天皇批判するはずやのにおかしいでしょ。ひょっとしてそこに何かトリックがあるのかな。それがこれからの時代、おいおいっていうか、まあ、ピシピシ、パシパシ、パチパチって言われて分かってるけどね。パックが取れるみたいな。要するに、もう化粧してごまかして、パッパチパチにカチンカチンパリッパリッ。で、真実が明らかに。じゃあ、その落ちたパリパリの中に古事記に読んじゃう。で、また美術を突き続けた嘘。ヤンバーの突き続けた嘘。一旦女神族の突き続けた嘘。家屋勢力満州軍閥の突き続けた嘘が明らかになる。じゃあ、結局パクと天皇家一味なんか。っていうのも分かっちゃうよね。そういうふうに順番を持って民主主義らしく、少しずつ少しずつ歩兵のように歩幅前進して、真実をつかめば上っ面上積みで上から命令してきただけのタイプの君主は塔の上から落ちる猿のようにバベルの塔を必死で登ろうとして下が崩れたり、ね、そのサンズの川の石を積み上げる、ね、ピシリを積み上げたら天に登れますかって何でもいいから積み上げろと嘘でもいいから自分が登りやすいの石を積み上げるみたいな感じですか。華僑っていう制度の中国やそして朝鮮もそういったものがあった。ね、それはヤンバンの文化、一旦女神の文化、その家屋勢力の文化やった。華僑っていうのね。そして日本もそういう独眼にかけようと必死で彼らはワンパターンの技をかけ続けたわけね。で、結局、その、おまけとしまして、あ、なるほど、結局、思い出さなかった。まあ、静香ちゃん系でもないし、なんだかって、これはね、一応ね、考えたら論理的に分かる話やけど、その、記憶やから。毎回それが原因で、こんな風になっていってるんだけど、少しずつ修正していってるね。今、ここみんなあったかい？ね。ちゃんと考えてる。で、今までだと思い出したから必死で喋っとって。そういったのが説明ちゃんとあったかいでしょ。でも、本当に真実を思い出して言わなあかんから、少しでも嘘やったらかい、ずれたらかい。その時は、確かにそうやなと思うでしょ。でも、礼儀してる、礼儀としてるのは男の方でしょ。ここに入ってるからね、みんなさんもそう、うちもそう。ね、で、そんなんの、その、落とし目がうちやんか。集合体のね。要するに、知識、なんだかな。まあ、要するにその脳っていうね、ものは、風神喪失のある皆さんと、うちの、こういう
コンピューターもしかり、脳も通信装置、テレパシーのことですかっていう、だからまあそういう風に捉えると見るかもしれないけど、実は、いや記憶ってテレパシーじゃないでしょ。うちの記憶もテレパシーじゃないのよ。覚えてるから言ってんのよ。思い出せなかったら言えないだけ。ね、グニョグニョとかおるわけじゃない。そういうのは、チャネリングって言うんだよ。じゃあ、今うちがやってるのは何ですかって。まあ、プレジャーたちはそれをリーディングって言うのかもしれない。ひょっとしたらね。遺伝子の記憶、リーディングって。で、チャネリングは精霊のササイティ。全然違うでしょ。これは精霊の RNA だから。リーディングは DNA っていう違いがあるのかもしれないけどね。用語の分類なんですけど。で、結局、ヒエダのあるこうやって思い出してた、ね。こんな感じでカツと覚えてることをカツとしっかり受けたわ。うちみたいに。たまたまうちの先輩も一度同じパターンだった。お父様が違うから遺伝子は違ったよ。ね。顔も違ったはずだけど。多少は。で、だけど、皆さんの自我はほとんど変化ないから、うちよりも同じことばかり覚えてるわけね。で、結局その、ヤマト民族のヤンバンたちっていうのをね、その処刑するっていうのはギャグで、自我を殺すってことね。なんでかって、ヤマト民族っていうのは、言ったらうちの体 にあなた方自我が共有して、その最終段階の人間ギリギリ維持してる形がヤマト民族だけど、なんでそうなったかって、あなた方自我のせいじゃん、ね。あなた方自我が肉体の遺伝子まで RNA からの DNA の侵略、すなわちウイルスによる遺伝子変換とか遺伝子により自分たちの住処にしちゃったんですよ。じゃあもうそっから逃げられない。私たちには絶対なれない。あなたたちの RNA。私たちみたいにもなれない。でも、ヤマト民族にはなれる。そして、その人生に縛り付けられてしまう。なんだかと、ヤマト民族の DNA になっちゃったからか。あなた方という RNA。これはあなた方怒ってるんですよ。怒ることですか？ね？そんな怒られても困るわ。あんたらのせいやねん。ん？でしょ？ヤマト民族という存在自体があなた方にとって最大の牢獄なんでしょ？ひょっとしたら。最大の罰なんでしょ？現在に対して。そういう解釈なんでしょ？だから怒ってるんでしょ？違うんかな？あんな子にパクトが書いて怒っちゃうのかな？まあ、結局、その、チキン戦術、鳥みたいにね。腹立ったら同じ行動するでしょ、あの人。だから、それは、じゃあもともとそういうの鳥なんですかって飛べるし、とか、言うよりも、その、一個前の状態はそれやねん。で、うちらになる直前の状態が、やったら裏側の嘘ばっかりつく。その一個前が鳥みたいに、めっちゃ命令的。めっちゃ相手に指示してるから。こういう風にしてくれって言うてきの自分のせいにくせに。いや、知ってるから大丈夫みたいなのを別な言い方で表現して、とにかく反論されたら腹立つ。自分が知らんこと知ってたらそれは嘘っていう、ね。教師権力を守ろうとする。そして、絶対これはこうなんですよ。絶対これはこうなんですよ。絶対これはこうなんですよ。今の洗脳ちゃうよ。もし日本で洗脳されるとしたら、これ、まあ、絶対これなんだな。じゃあこれだと、絶対あれはこれなんですよ。絶対あれはこれなんですよ。あかん今の洗脳で、君たちが洗脳されてしまった内容、お、あれはこれなんだな。こういうギャグは、その、脊髄反射の人たちも笑うかもしれないけど、でも、心底笑ってるから。観察してごらんって言ったら。